打ちました。このフライはヒットになりそうだ。初球打ち、ここはフライになっています。掘ってワン、ファーストランナースタート、真ん中打ちました。キャッチャーが打線に入ります。4番バッター、ビシエド、ツーアウトになっています。打ちました、いい当たり、弾き返した打球はセンターへ。打った、センターに大きな打球、センター深いところを破っていきました。バッターランナーは、さあ、そしてバッターボックスにはバースが入っています。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、先手を取って進めるためにも得点してる。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナー最後は初球から際どいコースをついてきます。2球目は何で来るか、際どい球、わずかに外れています。見送りました。打った、ライトに強い打球、フェンス直撃、セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ打ちました、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナー数球ストライクを取ってきましたね。やはりボールに自信があるんでしょうね。痛烈な打球、はい、劇的な一発、サヨナラホームランが飛び出しました。ホームベース上でもみくちゃです。ジャイアンツがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。決まりました。ワンボールツーストライク。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。入った。ホーム。いいボールです。初球わずかに外れてボール。ストライク。はい。低めにストレートが決まっています。152キロ。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。バッターは3番の吉田。ワンアウトランナーありません。バッター。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。打ったバッターセカンド回って3塁に向かう。ランナー出塁。さあ、そして打席には村上が入ります。さあ、得点圏には追加点となるランナーを置いています。点は取れるところをどんどん取るべきですから、逃さないようにしたいですね。なるほど、そうですね。ストライク、見逃せばボールでしょうか。しかしバットが回りました。おお、外れてますか。膝元、変化球がわずかに外れています。ストライク、今のボールは追い込んでから使いたかったですね。そうですか。ストライク、空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。初球打ち、ヒットだ。サードランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加。まあ、スローイングがいいキャッチャーですから、そう簡単に走れないと思いますね。そうですね。おー、ストライクです。ボール、変化球が低めに外れます。これが4球目。ストライク、ナイスボールですね。はい、変化球が決まっています。2ボール2ストライクです。ボール、インコース外れています。3ボール2ストライクです。打ちました、ファウルボール、切れていきます。ファウル、打った、レフト線フェアです。二塁送球、チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁二塁。さあ、そしてバッターボックスには鈴木が入っています。さあ、ストライク、欲しい場面。点は取れるときにどんどん取るべきですから、逃さないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。バッター三遊間抜ける、バックホームする、
塁です。インサイド落ちました。ファールゾーン追いつくことが切れていきます。ファウル打ちました。フェア一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。初球打ちファウルになります。打ちました。弾き返した打球は右中間へ、ライト掴んでワンアウト。バッター痛烈、三遊間抜ける、走ってきた、真ん中打ちました。ライン際ですが、ここは打ち上げています。吉田が掴んで2アウト。バッターボックスは4番、ライト方向を流しました。弾き返した打球はライトへ。ここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。まあここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。これが2球目、インコース打ちました。いい当たり、切れていきます。ファウル。次が3球目、打ちました。森が抑えています。ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター柳田。前の打席はスプリットをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。山田アウト。まあ、ここはバッター狙い打ちしてきますから、甘いと大怪我の可能性がありますね。なるほど。さあ何を取った、取りました。一塁アウト、スリーアウトです。ワンツーリードで迎える最終回です。さあ里崎さん、初球打ち、この打球はフライになっています。坂本抑えてワンアウト。バッターは6番村上。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。真ん中打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは7番に入っているビシエド。ヒットでランナーを一塁に置いています。真ん中打ちました。ファールグラウンド、ファールボール、わずかに右に切りました。ファールボール。2球目打ちました。ヒットになった。ジャイアンツピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には源田が入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。最後まで集中して丁寧にいってほしいですね。ジャストミート、ライナー掴んでアウト。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあそしてバッターボックスには森が入っています。さあツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。しっかり捉えた、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホーイ。最後は内野フライ、掴んでアウト。これで3アウト、試合終了です。一打同点のピンチでしたが見事守りきりました。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、なんとか継投で逃げ切りました。継投見事でした。そうですね、まあ、戦い方とすると、まあ、こういう形でという、そういう感じの展開になりました。球場は投げやすいです。ホームランを打たれるのだけは嫌でしたから。打ちました、高く上がった。レフトが追いかけますが頭を越えました。先頭、さあそして打席には金城が入ります。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあここはしっかり切り抜けて主導権を握られないように。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。ランナースタート、初球打ち、詰まりながらも左中間へ、レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックス村上、ワンアウトになっています。打ちました、流しました。高い打球レフトへ、レフト掴んで2アウト。バッターボックスは5番山川。ホークスこの回先制。
feel